はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、先週集客アカデミー2期生の、山川さんと一緒にですね、潜在意識コーチが入塾1ヶ月目で、月商300万円を達成した秘訣というところでですね、ちょっと動画を一緒に撮っていきたいなと思うんですけれども、山川さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。まず山川さん、フルネームでお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、山川信人です。山川信人さん、はい。ご年齢は25歳ぐらいですか。年齢は36です。36ぐらい。おー、すごい若々しく見えますね。36歳です。あ、本当ですか。はい、はい、36歳。なるほどですね。お住まいはどちらでしょうか。僕は、実際住んでるのは三重県津市っていう。うんうん、あ、なるほどですね。三重県にお住まいと。現在の職業を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい。複数ちょっと授業をしてるんですけども、今メインで動いているのは、コーチングですねを、やる側っていうのを、教えていくスクールの運営っていう形でやっていますね。うんうん、コーチングスクールの運営と。はい。まあ、なんか潜在意識であったりとか、そういった心理学を用いたコーチングをされていらっしゃるっていう感じですかね。そうですね。うんうん、ありがとうございます。じゃあまずは、SNS 集客アカデミーの2期生が9月からスタートしてから、だいたい今ちょうど1ヶ月目という形になるんですけれども、山川さんが入学したきっかけであったりとか、まあ、そもそもなぜ我々のアカデミーに入っていただけたのかというところをちょっと、まあ、聞いていきたいなと思うんですけれども。はい、まあ、入ったきっかけというか、どこで見つけたかは僕も定かじゃないんですよ。結構いろんな情報を拾っているので、そのずっと独立してからもう7年8年ぐらい経つかな。一番最初は確か整体師さん。そうです、整体として独立、実店舗でやってたんですけど、うん、オフライン紙媒体とかチラシ媒体とかの集客って僕はほとんどしたことがなくて、ずっとオンラインでやり続けてますね。それもすごいですけどね。もともとずっとオンラインで。そうですね。でオンラインでやる中で、こうずっと同じやり方でこう通用するっていうのを体験したことがないんですよ。やっぱりこう Facebook であったりとか、こうそういうものも、こう Facebook の仕様が変わると全然反応が違ったりとか、こう使い方もどんどん変わってくると、なんかユーザーのなんかユーザーさんが何を目的に使ってるのかも違ってきたりとかで、全然反応が取れなくなったりとか。なるほどですね。なので、その中でこう、まあ、いろんな実店舗だと口コミサイトとかも使うわけですよね。うん、頑張ったりとか。でもそこで思ったのが、何て言うんですかね、集客する中でこうサービスとか、はい、にこうをブランド化してもやり続けれないと思ったんですよ。なるほどですね。でその中でこう、うん、インスタグラムって言ってやっぱ個人がこうブランド化していくような感じじゃないですか。だからそこができるなって思ったのと、やっぱ一番新しい最新の情報が取り続けれるっていうところがすごく魅力を感じて、僕はちょっと決めなるほどですね。常に最新の情報を取り続けられる環境。はい、うん、環境が我々の SNS 集客アカデミーにはあると感じていただいて、ご入学をいただいたと。そうですね。誰に学ぶかとか、どこに属するかってすごい大事なので。まあ確かにそうですよね。特に環境って結構大事ですよね。環境はすごい大事ですね。やっぱこれも心理学的にも、もう統計データ、研究データ出てるので。確かに、もう山川さん心理学のプロでペッショナルですから。はい、素晴らしいです。あ、なるほどですね。それでまあ入学をいただいて、ってところですね。で今1ヶ月目というところなんですけど、まあ、実績的なところで、まず売上とかはどういう感じですかね。売上は本当にすぐに本当に100万上がってとか。すぐにまず100万の受注、売上を上がったと。でそこからこう、まあ、本当にこうめっちゃ頑張るっていう、こう行動力、なんていうんですかね、
前みたいにすごいオンラインセミナーめっちゃやってるよとかじゃなくて、はいはいはい、それで上がってきたのが、まあ、300万以上上がってくるっていう。あ、それはオンラインセミナーを使ってですか？使わずに。オンラインセミナーも1回しましたけど、あとやっぱりあの問い合わせが多くなったっていうのがあります。あ、すごいですね。それで結局300万円ぐらいまで売り上げが月商で、先月でいうと、はい、行ったと。9月は月商300万。前まではめちゃくちゃオンラインセミナーやってたんで。あ、そうなんですね。Zoom でオンラインセミナーを1ヶ月に30回とか普通に。めちゃめちゃやってますね。めっちゃやってた。1日3、4回の放送とかしたりとか。そんなにやってたんですね。それを1回で、あとはもうほとんど例えば LINE とか、LINE から来る感じですかね、お問い合わせ。ほぼ LINE ですね。LINE アットからもう、例えば相談してほしいですであったりとか、ちょっとスクール検討してますっていう方からお問い合わせ。はい。おお。スクールもそうだし、個人セッションを受けたいっていう方も増えたし。ああ。スクールや、まあ、セッション受けたいです。すごいですね。もうお客さんの方からこう言っていただけるっていうのは、本当にもうじゃあ LINE アットってちゃんと使えてるっていう、まあ、証というか、素晴らしいですね。なるほど。ちなみに LINE アットとかっていうのは増加数的に言うと、どれぐらいリスト数は増えてる感じですかね、1ヶ月で。正確にちょっと数字今出してないんですけど、あの必ず1日1人は登録がある状態で、なるほど、一番多い時で1日10人以上の登録がある。1日最低1人以上は絶対入ってきて、多い時は1日10人、はい、で計、1ヶ月目が100人いかなかったっていう目標が100人だったんですけど、1ヶ月目は LINE アット集客で、大体100人弱ですね。じゃあ、まあ、100人ちょっと切ってるけど、ね、まあ、100人、あとちょっとで100人。はい。うん、すごいですね。1ヶ月目で LINE アットと。うんうん。なるほどですね。インスタグラムの方はどんな感じですかね？インスタグラムが、こう、前から結構頑張って、フォロワーは増やしてたんですよ。うん、はいはいはい。ただ、その、よくあるフォロワーがいるだけの状態になってたっていう。ああ、そうだったんですね。フォロワーがいるだけの、状態だったと。だから、言ったら LINE アットの登録をしてもらおうと思って LINE アットの動線を作っても、うん、登録数が、まあ、ずっとこうゼロが並んでたわけですよ。そうだったんですね。フォロワーは結構いたんですか、最初から。最初から1万を超えてたんですよ。うん、1万人フォロワーはいたけど売り上げにはつながらないみたいな。そうです。 LINE アットに登録する人がゼロなんで。つながらないし、で集客にもつながってなかったってことですよね。そうですね。だから、完全に自己満足アカウントみたいになってる感じですよね。ああ、なるほどですね。集客にもつながらず。なるほど。で、そこから、2もつながらずというところで、まあ、フォロワーを増やしていって、で実際うちのスクールに入っていただいて、そのインスタグラムから具体的にレアリンアットに誘導するところっていう戦略もうまくいったっていう感じですかね。そうですね。もうやり始めてすぐ効果、もうその日からですよね。ああ、もうやり始めたその日から LINE 集客、 LINE 集客を始めてすぐに結果が出たと。なるほどですね。実際この動画でですね、山川さん自身が、まあ、この動画を見てくださっている方にもですね、まあ、なんか接集客で成功できた、まあ、秘訣であったりとか、あとはインスタグラムの例えば投稿とかでですね、なんか気をつけている点とかがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、今一応ですね、画面の右側にですね、山川さんのインスタグラムのアカウントをちょっと、はい、載せさせていただいているんで、今画面に映っているんですが、こちらでなんか気をつけている点であったりとか、なんか集客するときに意識されている点というのはありますでしょうか？まずこう自分をなんですかね、見てパッと見て、うんうん、この人は何を私にしてくれるのかとかっていう、うんうん、はっきり分かるようにっていうのをいつも工夫してますね。あ、この人は、何を伝えたいのか、例えば自分の投稿で何を伝えたいのかをはっきりとお客さんに分かるように。そうですね。例えばタイトルとかもですかね。タイトルとか、あとキーワードとかもすごく
キーワードを一番あれですかね、タイトルのその文章っていうよりもキーワード。なるほど、タイトルの文章っていうよりもそのタイトルに入れるキーワードが実は鍵と。はい、そうですね。なるほどですね。これはノウハウですね。キーワードが鍵と、確かにそうですよね。すごいタイトルうまいですもんね、山川さん。まあちょっと納得いかないところもあるんですけど、やる中でやっぱりそのこのアカデミーに入って思ったのがデータ取りっていうところですよね。データ取りですね。やっぱりそこがしっかり教えてもらえるっていうのがあるので、うん、やっぱそこを自分で見直す機会にすごくなってやって、じゃあどういう結果だったかっていうデータ取って、じゃあっていう次につながるので、だから反応がやっぱどんどん上げていけるっていう。あと無駄がなくなりますよね。ああ、なるほどね、確かに。以前の結構昔の過去の投稿とかだと、全然なんか、赤い枠になってるところがもうアカデミーに入られてからの投稿って感じですかね。そうですね、はい、そうです。だいぶ変わりましたね、投稿の雰囲気が過去の時代。そうですね。ああ、なるほどですね。だいたいインスタグラムにかける時間ってどれぐらいですかね、1日。山川さん、他の授業のやつもやってるんで、1アカウントだけだと、1アカウントだけだとどうかな、かけてる時間。1アカウント。投稿だけで関して言えば多分10分ぐらいだと思います。ああ、もう投稿で10分だ。あとはじゃあフォローと、そういったもろもろの、まあ、ハッシュタグはね、つけたとしても、まあ、10分。投稿だけでも10分。で、フォローとかで5分とか。じゃあもう30分以上はもうかかってないって感じですかね。かかってないと思うし、そのために時間を割いてるっていうのがあんまないんですよ。ああ、なるほどですね。じゃあほとんど労力はかかってないと。そうですね、トイレしてる間にやったりとか。素晴らしい。労力をかけずに集客っていうことですね。そうですね、どれだけ効率化するかってめんどくさがりなので。これ大事ですよね。なんかスクールに入る前と後でのなんか、まあ、ビジネス面的な変化もそうですし、心理面的な変化とか、そういうところをちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、先ほどなんかフォロワーを増やす、フォロワーいたけど売り上げに直結しない、集客にも直結しないっていうことをおっしゃってくださってて、まあ、うちのアカデミーに入っていただいてから、まあ、その集客面であったりとか、あとは心理面的ななんか変化とかがあればですね、プライベート面とかでもいいですし、なんか教えていただけたらなと思うんですけれども。そうですね、その SNS の集客をずっと、やっとなんか SNS 集客が分かったなって思ったのがここに入ってからっていうか、はいはい、乗っかってからで、うんうん、一番変化はこう、自分のやっていたこともそうだし、他の人がやっていることを見たときに、はい、なぜ集客できてるのかできていないのかっていうのがはっきりっきりこう言えるようになった。アカデミーの自分とあと他の人たちの実績とかそういったものをデータを取ることで比べることによって、自分がどこがいけなかったのかっていうのがもう明確に言語化できるというか。そうですね、言語化がすごいできるようになったっていうのと、あ、このこうインスタしてても、あ、この人多分集客困ってるだろうなっていうのが分かったりとか。なるほどですね。他の人はこうだけど、自分はこういったところで比較をすることでより精度が上がっていったと。そうですね、その比較する基準っていうのがすごく明確になったって感じです。ここはできていたらおそらくこれぐらいまで売り上げが上がるだろうなとか、この人ここをもうちょっとこうしたら絶対ここまで上がれるのになっていうのがこう明確にこう、データで分かるようになったって。だからデータって本当強いなとか思って。ああ、なるほどですね。データでもう売上の予測まである程度は立てられるようになったと、はい、データ分かってるとやっぱりこう売上が上がらない理由とか上がってないっていう言い訳が出てこないんで、はいはいはい、まあ、確かにそうですよね。もう数字は裏切らないっていう話がありますけれども、はい、だからどっか自分がずれてるんだっていうのを探すっていうことにもう時間を費やせるんで、時間の無駄が本当ないですよね。ああ、なるほどね、時間の無駄がないと。山川さんって以前うちのスクール入る前とかは結構集客とかに困ってたりとかしてた時期とかってあるんですか？なんかそれこそ昔のずっとネット集客でも、ね、半年前のオファー SNS の業界古いって言われたりしますけれども、それで結構集客できてなくてなんか辛かった経験であったりとか、悔しかった経験であったりとか。集客できないっていうのはないんですけど、うんうん、常に追われてる感じはありました。
常に追われている感じ。多分結構皆さん多いんじゃないかなと思うんですよ。はいはい。と申しますと、ストレスをずっと感じながら集客してるみたいな。あ、確かに多いですよね。なんか今月また集客できるのかとか、今月もちゃんとまた売り上げ上げられるのか、家賃払えるのか不安みたいな。そうです、そうです。あ、それをなんかこうデータでこう分かるようになってくると、まあこれをこうしたらこう上がるからっていう、もう見込みが結構自信を持って、うん、強いなと思うんですね。あ、じゃあ手探り状態で感覚でやってて、しかも不安とストレスを抱えながらだったのが、データをが元にやっていけばいいっていうことが分かって、すごいスッキリをして見通しを立てて安心、安心感、安心感ですね。やっぱ一番ストレスって広継続していく中で、はい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 、なんでそれがなくなるって、それこそ自営業者の人であれば一番欲しいものなんじゃないかなと思うんですよ、うん、あ、確かにね、そうですよね。ただでさえね、自営業ってやっぱ不安って言われたりするわけですから、まあ、そこがやっぱ大きかったってところですかね、心理面的には。そうですね、うん。山川さん、そんな300万も稼いでどうするんですか？バカンスでも行くんですか？いや、それこそあの、まあ、子供がまだ小さいっていうのもあるので。なるほど。お子さん今何歳ぐらいなんですか？子供が、今週で2歳になるんですよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、娘さんですか？娘です。あ、娘さん2歳のお誕生日を迎えということで、はい、おめでとうございます。なんで、まあ家族のためっていうのもあるし、結構家族となんか旅行行くときに、やっぱりそこでお金を使いたいっていうか、素晴らしいです。妥協せずに使い、そこ何かやりたいので。あ、妥協せずにね。あとはやっぱりこう、教えている側っていうのもあるので、きちんとした最新の情報を伝えてあげたいっていうのがやっぱりあるので、はい、そういうところにやっぱり、そのまあ、事業として投資をしていって、うん、学んだものを皆さんに伝えていける、うん、投資のところでまだ回していくって感じですね。なるほどですね。じゃあもう稼いだお金はどんどん投資に回していくと。そうですね。300とかその400とか500とかっていうのはまだ通過点というか。ああ、まだ通過点。やっぱりもう資産が高い上がるためにっていう途中経過なので。ああ、素晴らしいですね。なんか一番最初に山川さんがですね、私北野をですね、なんか、まあ、知った時とか見た時のなんか僕に対してのなんかイメージとかをちょっと率直に教えていただけたらなと思うんですけれども。そうですね、これ本当に打ち合わせとかなしでノーカットで撮ってるんで、あのなんかそうです、ちょっと僕もドキドキしてるんですけれども、なんか僕に対する印象とか。あ、僕そんなにこう人を大こうね、もともと思い込みを外した状態で見るようにはしているので。ああ、なるほど、なるほど。なんか初めて見た感じはなかったんですよ。ああ、そうなんですね。だからおそらくどこかでこう潜在的にこう Facebook なりインスタだったりの広告か何かの投稿で多分見てたんだろうなと思うんです。へえ、面白いですね。で、まあ見てこうお話聞いていく中で、はい、共感できるポイントが多かったっていうのが。あ、そうなんですね。共感できるポイント、はい。だから稼いで何をしたいのとか。ああ、なるほど、なるほど。どうするのかっていうのも、はいはいはい、やっぱりこう自分がこれを欲しいからとか、うん、そういうのじゃなくて、事業を大きくするために次に使うんだよねっていう話も、そう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 みたいな。ああ、そうだったんですね。新しいものに変えていかなきゃいけないみたいな。はいはいはい。で、学んでいくためにまたそれをっていう、そうしないとこう周りにいい、うん、影響を与えれないという。確かに。っていうので、そこですごく共感を覚えて、まあ、それが一番きっかけで入塾したっていうのもあると思います。あ、そうなんですね。それは結構大きかったんですね、山川さん的に。僕の中では大きいですね。へえ。じゃあ、まあそこのちょっとな価値観的なところでもちょっと近いものを感じていただけてたっていう感じですかね。そうですね。スクール自体が1年前と同じことを教えていたりとか、はいはいはい、2年前と同じことを教えて、これが普遍的なマーケティングですよみたいなことを言われてるとちょっと慣れてたかもしれないですね。あ、なるほどですね。まあ、それがうちのスクールはそうではなくてってところが良かったってことですかね。根本はあるけど、はい、根本的なマインド的にはやっぱり変わらないっていうのはあると思うんですけど、うん、ノウハウとかは変わるよみたいな。そうそうそうみたいな。あ、なるほど。まあ、常に移ろいゆくノウハウを、まあ、うちのスクールでは学び続けることができるからっていうところ、環境っていうところですかね。なるほど、ありがとうございます。
じゃあ、最後にですね、2点ほどお聞きしたいことがあって、山川さん自身が、当時ですね、一歩踏み出すきっかけとなったマーケティングを新しいノウハウを学んでいこうと思った当時の自分に対して、スクール入る前の自分ですね、何か一言投げかけるとしたらどういった言葉を投げかけていきたいですか？そうですね、当時の自分、そうですね、もう当時の自分にもそうですけど、自分の中にある思い込みをどんだけ外していけるかっていうことを常に考えるみたいな感じですか。自分の中にある思い込み、これをどういうふうにして外していくのかと、はい、いかに外せるかが大事だと、はい、インスタ映えはさせるなっていうのを自分に出す。そういうことですね。例えばインスタ映えしないっていうのも、インスタ映えってしないと集客できないでしょっていう世間の常識があるけど、それも一個の思い込みで、そういったものをどんどん取っ払って、言ってしまえば非常識なやり方にもどんどん飛び込んでいくというか。そうですね、インスタ映えしない方が集客できるっていうふうに僕は今思ってるって。なるほどですね。だから実はね、逆説的な方がもう多くの人がやってないうちにちょっと違った路線を攻めていくっていう発想ですよね。っていうか大事と。なるほど、 OK です。最後に皆さんにですね、この動画を見てくださっている方で、例えばなんか我々の SNS 集客アカデミーをご検討されていらっしゃる方であったりとか、これから本当に SNS とかインスタ、LINE アットとかを始めていきたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方々に対して実際に、実体験者のですね、山川さんから何か、一言ですね、一歩踏み出したいと、でもまだ不安っていう方に対して何か一言あれば、お言葉をいただきたいなというふうに思うんですけれども。はい、はい、自分に対しても言いましたけど、はい、集客って思い込みを外した瞬間に集客できるようになる。素晴らしい。集客の思い込みを外した瞬間にうまくいくと。はい、そうすると自分が楽しく集客できるというか、自分らしく集客できるようになるっていうのが思い込みを外した集客。それができるなっていうのが、このアカデミー。なるほどですね。もう自分らしさをそのまま発信しつつ、もう例えば自分はなんか勝手にこういうの集客できるけど、こういうのはできないんじゃないかと思ってたけれども、実はこっちの方が集客できる、そういった思い込みを取っ払った方がもう自由にマーケティングっていうのを展開していけるし、自分らしさもどんどん発信していきながら楽しく集客していくことができるっていうところですかね。SNS 疲れっていうのはないっていう。よく言いますよね、 SNS 疲れ。SNS 疲れがない、はい、なるほどですね。この動画ぜひね、見てくださってる皆さんも、何かしらね、こうやって、気づきがあればすごい嬉しいなと思うんですけれども、最後にですね、山川さんの、LINE アットもですね、すごい、とても参考になると思いますので、またあとなんか潜在意識のお役立ち情報とかも LINE アットで配信されてたり。そうですね、潜在意識とか心理とかで研究結果とかいろいろあると思うですけど、設定を使うべきなのか使わないべきなのか、それ全部嘘だからとかっていうのをちょっと毒舌気味でたまに切ってるっていう感じの動画をご覧になって教えたりとか。なんかプレゼントとかってついてたりするんですか？はい、プレゼントとかついてたりされますか？これでもう22万人っていうデータをもとに作っていった、はい、そのプロファイリングっていうプロファイリングの技術があるんですけど、はいはい、のシートと、一部をプロファイリングして読み解いてお渡しするっていうのをプレゼントで。すごい。潜在意識プロファイリング、これがいただけるということですね。はい、はい、じゃあ山川さんのですね、 LINE アットはこちらの下の概要欄の方にですね、貼っておきますので、ぜひね、山川さんどういう LINE アットの配信してるのかなっていうところを勉強に、はい、していただいて、またプレゼントもね、ぜひゲットしていただけたらなというふうに思いますので、はい、では山川さん、本日はね、お時間いただき本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい。